こんにちは、菅野です。今日はですね、オリジナルタオルを入稿する時の入稿方法、これをね、ワンポイントアドバイスさせていただきたいと思います。ですね、デザインができました。イベント用のタオルでちょっと納期もない、予算も決まってるんですよ、でもあとは入稿するだけなんですっていう時の場合なんですけども、やっぱりね、タオルの生地幅とかその辺の機械幅とかありますので、テンプレートがあったら便利なんですね。で、私どものホームページにあります、トップページからあるいは、データの入稿のフォーム、入稿の仕方っていうところから見ていただきますと、入稿データのテンプレートっていうのがねあります。で、ここにですね、相談していただいて、ほな今回は、ケチ替えでやりましょうとか、染料プリントのフェイスタオルでやりましょうとか、いろんな風な、話の流れで決まった後にそこに載せていただいて入稿いただく。で、これがやっぱ一番ね、簡単な方法なんですね。で、あと自分たちのそのフォームの中でパッとこっちを入れていただくっていうものもできますけども、あと工場の方に、そのままドンと入れれるっていうのがその入稿データの我々のテンプレートになりますので、どういうことかというと納期が短縮できるんですね。我々がいちいち検判して配置を変えたりとかいうことじゃなく、そのままドンと入れていただけるということになると、そのままスッと流せますので、工場の方に。ということになると、納期が、短縮できるというのも一つの方法で、間違いもないですしね、変に刃をいじってしまって間違っていることも出てきますのでね、そういうことがないように、そのテンプレート。ですから、トップページから、あるいは入稿の、仕方っていうところから見ていただいた中の入稿データのテンプレート。ここに載せていただいて、我々に入稿してみてください。我々の方がまた連絡差し上げますので、もしこれでもわからないときはですね、この後にあります、感動織物で検索していただくか、あるいはフリーダイヤルね入りますので、その辺で、フリーダイヤルからかけていただく、そういうふうにしてみてください。また聞いてみてください。よろしくお願いいたします。